これあれあじゃんアイドルの部屋の中のさ押し入れの中からさあの寝取られ現場をこう見ているってことでしょこれもう分かっちゃったもん私状況今私あれでしょ今あのアイドルのさなんかあのここがリンズちゃんの部屋かって言ってリンズちゃんの部屋を一人で物色してたら誰かが帰ってくる音がして「やべえ!」って言って押し入れの中に隠れたらえなんか押し入れの外から知らない男の声が聞こえるお前さそんな顔すんの 反則、うん、いやまさかリンゼちゃんはっはーみたいな感じのそういう込みでしょもう分かっちゃった即応ち乙女大学ってことでしょこれってあーもう早送りしようかな <laughs> <laughs> えあれ何さどどこここリンゼちゃんあなたが避けるのはえー、別の男いるじゃん あー日替わりで男顔変えてるわこれリンゼちゃん月曜日はタクシー担当火曜日は料理担当の男を連れてきますって言ってるおあ曜日で違うとはまさかまさかなそうか何であったんだろうタップルかなえ ああ三日目の男、君と一緒に見たいんだ。ああ今年の春はどこ行こうか。今年の夏はどこ行こうか。水です。自粛してください。はああえミズちゃんお待たせ。ごめんね。えチョコちゃん？木曜日はチョコちゃん。何見てるの？何見てるの？お前さ<え>そんな顔すんの？ 反則…君が言ってたのこれリンゼさんが言ってたのゃんリリンゼちゃんあゲームのピンゲームかあ乙女ゲームってことびっくりしたもう最初っから言ってくださいよゲームのセリフだったのねはい